ハイランドダンスハイランドゲームズとは、スコットランドのハイランド地方各地で5月から9月にかけて行われる競技会で、ハイランドギャザリングとも呼ばれる。スコットランドの伝統音楽や舞踊に関するコンテストや民族衣装であるキルトを着用して行う競技があるなど、単なるスポーツ競技会にとどまらず、 スコットランド人が自らの民族的貴族意識を確認する場ともなっている。11世紀のスコットランド王、マルカム3世は王の伝令役を選ぶために兵士たちを集め丘を走る徒競走の大会を催したとされている。また、スコットランドには聖ミカエルを記念するミカエルマスの祭日には徒競走や競馬、レスリングなどをする習わしがあった。 ハイランドゲームズの起源は、はっきりしていないが、中世から、全近代のスコットランドにおいて、宗教的な祝祭費や、兵の召集、武士士などにおいて行われた、屈強なハイランドの男性たちの力比べに、その歴史を遡ることができると考えられている。18世紀、ジャコバイトのさらなる反乱を封じるため、ハイランドの人々の武器の所持、キルトの着用、 バグパイプの演奏、集会の開催が、イングランド政府によって禁じられ、スコットランドの氏族社会は大打撃を受けることとなった。その後、オシアンの流行に橋を発したロマン主義運動の影響で、スコットランドの文化や伝統を見直す動きが広がると、1820年代、ハイランドゲームズも、相次いで復興もしくは新たに創設された。ハイランドゲームズは、 開催される地域や都市によって、相違はあるものの、おおむね、丸太棒投げや、ハンマー投げを含む、重量競技、と競争などの陸上競技、バグパイプやドラム演奏、ハイランドダンスのコンテストなどから構成される。団体競技としては、綱引きやホッケーに似た、スコットランドのスポーツ、新規などがある。かつて、ハイランドゲームズに参加していたのは男性のみであったが、 中級世紀末からハイランドダンスに女性が参加するようになった。今日では女性がダンサーの多数を占め、それ以外の競技にも進出している。子供が参加できる競技もある。ブレマーで行われるブレマーギャザリングは1848年のビクトリア、上以来、近郊のバルモラル城に滞在中のイギリス王室のメンバーが臨席することで知られている。 ダヌーンで開催される、こうあるハイランドギャザリングでは、ハイランドダンスの世界選手権が行われ、スコットランドでは、最大規模のものである。他方、インバネスのハイランドゲームズギャザリングは、重量競技をはじめとしたスポーツの比重が高い。ハイランドゲームズは、アメリカ合衆国やカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、 スコットランド系移民の子孫の多い国々ばかりでなく、ドイツやオーストリアなどでも開催されている。日本では、日本スコットランドハイランドゲームズが幕張で、関西ハイランドゲームズが神戸で毎年秋に行われている。アメリカ、ワシントン州で開催された、ハイランドゲームズで演奏するカナダのサイモン・フレイザー、大学バグパイプバンドハットビジットスコットランド、ハイランドゲームズ。 パストプレゼント2 0 0 8年10月17日閲覧。ザブレマーギャザリングハットコアル、ハイランドギャザリング、ハットシティオブインバーネスハイランドゲームズ、アンドギャザリング日本スコットランドハイランドゲームズ。ありがとうございます。